さあ、卵、鶏の卵。あー、ラマじゃなくて鶏。マジで、ワンチャン1分以内のクリアもあるな、これ。卵さえ見つけたら勝ち。正直、鶏を見つけたら勝ち。鶏、あ、いた。卵ある。卵あるんじゃない？来た？来るか？卵産んでくれ。ほら。誰か一人は卵産むでしょ。赤ちゃんは生まれたけど卵産んどらん。そういえばなんでニワトリの赤ちゃんはそうま生まれるんだろう。なぜ？あ、ボンさん来た、やばい。ボンさん来た。あ、すいません、ボンさん。あっち行け、ボンさん。あー、やばい、ボンさん。ボンさん狙ってる。ボンさん狙ってやがる。ボンさん待って。ちょっとボンさん今ニワトリ一匹やったでしょ。ちょっとボンさん今ニワトリ一匹やったでしょ。悪いわ。この人悪いな。やべ、お腹、あ、減って。進めんくなった。まずい。始まった。絶対ニワトリだろ。ニワトリどこにいる。ワンチャンスニッファーもありなんだよな。スニッファーもそれには銅と、あ、結局ニワトリがいるんだ。羽がいるから、ブラシのために。ニワトリ探せ。ニワトリなんか燃えてんな、さっきから。あ、オラフ君だ。オラフ君こっちいるってことは、こっちニワトリいないのかな。かけるか、スニッファーに。あ、ニワトリいた。羽が欲しいから、ちょっとオラフ君ごめん。ちょっと1羽いただく。1羽いただく。ごめん、俺はもうニワトリはいい。スニッファーいただく。ニワトリ、すべてを捨ててニワトリを探せ。それでいい、それで終わる。いるんじゃない全然。でもワンちゃんだ。もうお疲れ様ですが、もう今響いてきても何も疑問ではおかしくはない。おい、ニワトリだけ綺麗に狩られとるだろ。こんなどうだ。あ、海があるな。時点であれかな、カメかな。あ、海じゃないな。あ、いや、海だな。全然スニッファーもワンちゃんあるけどな。資材が集まったらって感じかな。ってなるともう早めに亀とか狙いった方がいいかもしんないな。ニワトリは楽だけど、結局あれ、ニワトリがスポーンしてるかどうかだから、平原に出れなかったら結局ロスになりそう。いやー、なもん、こんなのニワトリの卵に決まってんだろ。ニワトリどこ、ニワトリ、もう絶対取る、絶対ニワトリ行きたい。おらおら、ニワトリいた。いた。こいつを大事にする。いや、もう今産んでくれてもいい。こいつから産むんだ俺は。頼む。2番目の穴としては、一応カメが簡単です、かなり。スニッファーも、まあ、聞くだけちょっと難しいかもしれないけど、返さない。浮かさせなければ全然、スニッファーも簡単。エンドラが吉。カエルも吉。あそこにビル。シュ。え、ちなみにエンドラの卵をエッグイネっつったけど誰にも反応されませんでした。もうちょっとつらさに耐えかねてる部分があります。この企画恐ろしいです。またもや頼む、マジで頼む。俺もこの中にいる。で、ここにインベントリに入ります。きっとインベントリに入ります。いや、もうね、繁殖させたら卵を落ちるもんじゃない、こういうの。で、子供生まれなくていい。卵生まれるもんじゃない、普通。前からって不思議ね。いや、オラフ君も考えてるな。いや、俺のが早い、きっと、俺のが、頼む！来い！頼む！俺が踏ん張ってもしょうがないけど、俺が踏ん張るか。来た！お疲れ様でございます。はい、エンドラ、まさかエンドラ、え、エンドラ早すぎる。早すぎるでしょ。エンドラで大丈夫ですか。何、一応お伝えしますね。はい、エンドラではないです。いや、頼む。ニワトリの卵です。ニワトリ、お疲れ様。お疲れ様でした。いや、お疲れ様です。早い、これは一番早いところ。素晴らしい。抑えてきた。抑えました。
いやーナイス、もうあのナイス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 、しょうがないけどしょうがないけど、うん、俺が踏ん張った、俺が踏ん張ってもしょうがないけど、どういうこと、卵産んだって、卵産んだってこと、まあまあなかなか生まれないもんね、なかなか生まれないから、はいはいはい、まあ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 、ここはね、ここはまあ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 、また後で会いましょう、オッケー、また後で会いましょう、近いうちに、よし、はい、踏ん張った結果生まれました。生まれてはないわ、卵が。卵が生まれました。よし、解放だ。みんな、ありがとう。はい。では残り4人、各種卵、誰がエンドラ行って、誰がカエルを探すんでしょうか。引き続きご覧ください。バイバーイ。じゃあどうしようかな。雨の卵、カエルの卵、スニッパーの卵、エンドラ、やばい、お腹が減って力が出ねえ、すまない、ここからご飯になっていただく、あ、卵今生まれた、卵生まれてもうた、今生まれた、おい、卵今生まれちゃったよ。まあ亀だから昆布だけ取って、あ、海藻か、亀は海藻か、海藻ってことは、あー、ハサミ作らなあかんな。あれ、ボンさん、ドラウンドによって突き抜かれたってことは、ドラウンドの吸いってるな、これ。スニッファー狙ってるかな？あ、そっか。ボンさん、あのニワトリあれか。あのために、銅の、スニッファーの卵をやるために行ってんのか。なるほどね。事務所ポジション、最後まで見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしく。